コガリムアビア348便火災事故は2011年1月1日に、スルグト国際空港発、ドモジェドボ空港業のコガリムアビア348便が、スルグト空港でタキシング中に火災が発生した事故で、ある。3人の死者と43人の負傷者を出し、負傷者のうち4人は重傷を負った。2010年10月に撮影された。 事自己記自己記述 -154B-2 は製造番号 83A588 として製造された。1983年にアエロフロートが CCCP-85588 として運用を開始し、1993年6月に機体記号が RA-85588 へ変更された。その後、 2007年4月から小刈りムアビアが運用を開始した。348便は乗員8人、乗客116人、デッドヘッド職員10人を乗せていた。現地時間13時12分、348便がスルぐと空港で離陸のためにタキシングしていた際に1機のエンジンで火災が発生したため避難が開始された。当初は火災が発生して、 緊急着陸が行われたと報じられた。火傷や煙の影響で3人が死亡し、43人が負傷した。火災は13時45分に消火されたが、機体は完全に焼け落ちた。乗客の中には、ロシアのポップグループの NANA のメンバーがいた。348便の残骸ロシアのマックが事故の調査を開始した。 犯罪捜査と火災安全規則違反の調査が開始された。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは残骸から回収された。ロシア非常事態省は初期の調査で胴体の中央部にから電気的短絡により出火した可能性があると述べた。火災はフレーム65とフレーム68の間で発生したとみられた。1月4日に発表された声明では 火災の原因からエンジンと補助動力装置を除外したと述べた。2011年9月28日、マックは最終報告書を発表し、事故原因を以下のように述べた。機内のフレーム62と64の間に位置する右発電機パネルからの火災発生であった。発電機への接続が正しく行われておらず。 通常の10倍から20倍を超える電流が流れたことにより出火したとみられる。事故後、ロシアの連邦運輸監督局は事故原因が明らかにされるまで津 -154B の運行を取りやめる要航空会社に勧告した津 -154M 以外の同型機14機が運行停止になった。コガリムアビアは 事故に巻き込まれた乗客に2万ドルを支払うと声明を発表した。また、ロシアの保険会社ソガスは負傷者に2万から200万ドルを支払うと述べた。犠牲者遺族には200万ドルが支払われた。1月6日には3人全員の遺体が残骸から回収されたと報告された。また、この事故後、コガリムヤビアはブランド名をメトロジェットへ変更したが、 2015年10月31日に、メトロジェット9268便が爆破され、224人の死者を出した。これにより、コガリムヤビアはブランド名を変更してから、わずか5年ほどで倒産した。ありがとうございます。